極限脱出アドベンチャー全人志望です。2012年チューンソフト、さあ行きましょうか。カラードドアの向こうへ。誰と行くのがいいかな。このバングルの中に毒薬が。にわかには信じがたかったが、嘘だと断言できるだけの根拠もなかった。そんなこと考えてる前にドアの向こうに行かないとしまっちゃいますよ。どうすればいい、どうすれば。考えている間にも時間は刻々と過ぎていった、過ぎ去っていった。みんな何をグズグズしてるんですか。とにかく動きましょう。第二扉の先に進むんです。そうですよね、ルナの言ってることが正しい。進むって言っても誰がどの扉に入ればいいのか。時間がない。私から手短に説明しよう。さっきのゼロの説明は分かりにくかったかもしれないが、実は考えられうる組み合わせはたったの3つしかないんだ。そうですね。パターン A、 赤ペアの私とシグマが青空のルナと組んで紫色の扉を開く。この場合必然的に緑ペアのケイとヨツバは赤空のアリスと組んで黄色の扉を開くことになる。残った青ペアのディオとクォークは緑ソロの天明寺と組んで水色の扉を開けばいい。次、パターン B、 赤ペアの私とシグマが緑ソロの天明寺と組んで黄色の扉を開く。この場合やはり必然的に緑ペアのケイとヨツバは青ソロのルナと組んで水色の扉を開くことが決まる。残った青ペアのディオとクォークは赤ソロのアリスと組んで紫色の扉を開くんだ。そして最後、パターン C は捕食を使った組み合わせになる。赤ペアの私とシグマは赤ソロのアリスと組んで水色の扉を、緑ペアのケイとヨツバは緑ソロの天明寺と組んで紫色の扉を、青ペアのディオとクォークは青ソロのルナと組んで黄色の扉を、それぞれ開くのがこのパターンだ。この捕食を使った組み合わせってのが選んで進んでみたい組み合わせなんですよね。特殊な組み合わせって言ってたんで、これで進む方がうまく進める気がする。問題はこれら3つの組み合わせのうちどれを選ぶかだが。シグマさん、決めてください。あら、俺が決めちゃっていいんですか。なんで俺が。嫌ならアリスさんでもいいし、ヨツバさんでもいいです。天明寺さんでもディオさんでもクォーク君でも構いません。とにかく誰か一人が選べばおのずとみんなの行方が決まるんです。だからさ、早く。カラードドア閉鎖まで残り1分です。わかったわかったよ。俺が決めればいいんだろう。タイムリミットが迫っているせいか異議を唱えるものはなかった。俺は一度だけ大きく深呼吸をしてから言った。俺とファイのペアは行きましょう。捕食を使った組み合わせ、アリスと組んで水色の扉へ。アリスと組んで水色の扉に入ろうと思う。はい、アリス、いいか。ああ、了解よ。ってことは俺とクォークのペアはルナと組むことになるな。僕は異議なしだよ。ルナさんなら安心だし。私も問題ありません。黄色の扉に入ればいいんですね。すると私と四つ葉さんは天明寺さんと組んで紫色の扉。アリスと一緒じゃないんだ。わしでは不満かね。不満というよりは不安かな。なぜじゃ。決まってるでしょ、あなたが老いぼれだからだよ。サクッと失礼なこと言いますね。バカモン、こう見えてもわしはじゃな。時間がないよ。カラードドア閉鎖まで残り10秒です。9、8、7、
おい、時間がないぞ。行こう。け、四つ葉、後でたっぷりと聞かせてやるからな、わしの武勇伝を。はいはい。3、2、1、0。カラードドア閉鎖。これで第二扉が開いたわけですよね。今この位置にいてるわけですか。キャビンエリア。ただの通路か。扉にはキャビンエリアと書いてあった。読んで字のごとくキャビンのある区画という意味だろう。両脇の扉、番号が振られてるわね。これってキャビンの1号室、2号室、3号室、4号室ってことなんじゃないかしら。3号室の扉には鎖がかかってますね。手錠かな。ふむ、とりあえず一つ開いてみるか。また金庫やらなんやらありますね。やはりそのようだな。見るからにキャビンと呼ぶにふさわしい部屋だ。誰かが寝泊まりするための場所ってことか。ああ。でも誰かって誰よ。この粗末な作りからすると客室とは思えんし、従業員とか作業員とか労働者とか、とにかくこの施設で仕事に従事する人間のためのものだろうな。仕事って何の仕事だよ。知らん、私に聞くな。そもそもこの施設の存在理由がわからないんだ。確かにそうですよね。一体何のために作られたのか。炭鉱か何かかしら。その割にはえらくアスファルトチックなもので、天井や壁が覆われてる気がしますけど。それとも石油採掘プラントとか。どうだろうな。この通路の先はどうなってるんだろう。行ってみる。ああ。ダメだ、ロックがかかってる。ここを開く方法を見つけない限り先には進めないのね。おそらく。よし、とにかく4つのキャビンを手分けして調べてみよう。ゼロは CD の先に AB ルームとやらを開くためのカードキーがあると言っていた。もしかしたらこの4部屋のどこかにそれが隠されているのかもしれない。さあ始めよう。俺の掛け声とともにファイとアリスは動いた。ファイはキャビンの4号室へ、アリスは2号室へと飛び込んでいった。脱出パートですよね。さあ2号室、2号室と4号室。2号がアリスが入っていった方だったかな。確かアリスが調べているはずだが、行ってみましょう。あら、シグマ、何しに来たの。ちょっと様子を見に来ただけだよ。そう、こっちは特に進展はないけど。さあ何かありますでしょうかね。これは電話。随分と古いタイプのものみたいね。ほら、上のところ小型のカセットテープを入れる部分がついているでしょう。多分留守電用のものだと思うんだけど、だとしたら何十年も前の代物ってことになるわ。今は何も使いどころがないですよね。これも金庫か。お、なんだこれ。机の上に何かあるわね。
金属製の小さな部品みたいなものが、小さな金属部品、鍵っぽい形してるけどな。これは引き出しかなんかが、平べったい、あ、なるほど、ガラス製の天板に平べったい引き出しがついてる、中のものが見えるタイプの机ってことか。何かあるわけでもないですもんね。まっ平らな引き出し、何かを見ながら作業するのに便利なのかもしれないけど、何かを見ながら、ほら天板のところガラスになってるでしょう。ここに何かを置いて引き出しを閉めると、それを上から透かして見ることができるのよ。なるほど、今は何もアイテム持ってないしね。なんかここにマークがついてますね。これなんだ、なんだこのへんてこな縞模様は。ああ私も気になってたのよね。バーコードか、違うと思うけど。じゃあなんだよ。さあ私に聞かないでくれる。なんでしょうね、これも何かヒントっぽいよな。上は何もなさそうですし、これはなんだ、ベッドか、ベッドですね。うわー、何これ、人のなんていうの、殺人事件の現場で亡くなった石に書いてある、あのチョークで書いた人型みたいなやつ。おいおい、何なんだこれは、見ればわかるでしょう。ベッドよ、粗末な簡易ベッド。そんなことは分かってる。俺が聞いたのはこの白線で描いた人の形は何なのかね。そうだ、そうね、よく殺人現場なんかで見かけるわよね、こんな感じの人型のラインを。同じこと言ってるよね。よせよ、縁起でもない。ふ、冗談よ。ところでこの人型の模様、左腕のところに破れた跡があるわね。あ、自然に摩耗した感じには見えないな、故意にむしり取ったみたいだ。ってことは何か意味があるのかしら。わからん。左腕、何でしょうね、左腕に傷をつけてある理由って何なんだ。とりあえずこの部屋はこれだけかな。ファイがいてるエリアじゃない、4号室の方に行きますか。ああ、シグマか、何か見つかったか。いや特に何も。そうか、ここも同じく簡易ベッドですね。おっと、こいつは右足に傷。やれやれ、またかよ、また。この人の形を縁取ったラインのことだ。ひょっとして他の部屋にも同じものが。あ、ベッドの上に書いてあった、一部が破れてるのも一緒だ。じゃあその人型も右のすねのあたりに穴が、いや破損してた箇所は違う、別の場所が破れてたんだ。うーむ、何か意味がありますよねこれ。さてここには何かあるな。おい、机の上に何かあるぞ。金属製の小さな部品みたいだな。筒状になっているようだが、これは組み合わせられるでしょう。小さな鍵ゲット。これはまた同じく縞模様ですね。なんだ、心当たりがあるのか。いや他の部屋にも奇妙な模様が書いてあってな、ここと同じように机の前の壁に。解読は、いやまだ何も。そうか、机の構造も一緒ですね。何かあの構造を透かし、あの縞模様を透かして見るような感じかな。こっちは同じようなロッカーでも、この上の軸のここの数字が違うな、さっきと。なんだこれ、ポスター。うおー、これは伝説のなんだ、銀色の部分をコインとかでスクラッチすると、あんなところやこんなところまで見えてしまうという。
青少年の心を激しく揺さぶる魅惑的で戦場的な非常にけしからんグラビアポスターではないか。めちゃくちゃ嬉しそうだなお前。これはでもコインも何も持ってないしね。ちょっと待てよ、この人右足とか左足とかいろいろ物つけてんな。これがベッドに書いてある人型と何か関わりがあんのか。そうだ、俺が今握りしめているこの金属製の物体を使えば。クソ、ツルツルと滑ってうまくいかないな。やっぱりコインじゃないと銀色の部分は削れないのか。今は他のとこは調べらんないですかね。これじゃあまた後で。ここにも同じような電話機、カセットテープも入れられんな。すこぶる旧式のものだが、旧式という意味ではお前のその言葉遣いもかなりのものだと思うが。うるさい、まあいい。ところでどこかにかけてみたか。もちろんだ。この部屋に飛び込むなり思いつくところには片っ端からな。だがかからなかったんだな。ああ、そりゃそうだよな。私たちを閉じ込めた犯人が外への連絡手段を残しておくはずがない。おそらくこの電話機はローカルエリア内でしか使用できないものなんだと思う。このキャビンエリアの中だけの内線ってことかな。要するに内線だけしか使えないってことか。これも後々使うんでしょうね。とりあえずはこの鍵をゲットしたから、この鍵は3号室の扉にかかってた手錠を開けるものかな。こいつどう。クソ、手錠がかかってる。これじゃあハンドルが回せないじゃないか。ん、待てよ、俺が今握りしめてるこの鍵は。いけたぞ、手錠が外れた。これでハンドルを回すことができそうだ。3号室へゴー。また同じような作りですよね。電話機はまた同じような感じ。あ、なんか開いてるぞ蓋が。ところでこれ蓋が開いてるな。そうですよね、なんか入れるように作ってあるな。お、ロッカーが緑色に点灯してる。開いてるね。お、なんだ、あっさり開いたぞ。ロックがかかってなかったのか。これは大きなアルミ箔のロール。お、なんかあるぞ。カッターナイフかな。カッター。でここにも同じように縞模様。この部屋の壁にも奇妙な模様が。どうすんだろうね。ベッドはどう。これは左、違う、右腕、右の上腕、二の腕の付近だが、やっぱりあのポスターと関係ありそうね。さあ1号室も行ってみましょうか。まだ見てないですからね。ここのベッドはどうですか。ここは左足、左膝の付近。あ、ここにも模様が書いてあって本がありますね。シュレディンガーの猫かな。タイトルはなんて読むんだこれ。スクロエディンジャーズキャット。表紙には猫の絵が書いてあるにゃ。おっといかんいかん、いつもの癖が。何ですかね、いつもの癖って。俺、猫に関係のある話をするとどうしても猫語になっちまうんだよにゃー。かわいい癖ですね。その後俺は本を手に取ってページをペラペラとめくってみた。だが中身は専門用語だらけで何が書いてあるのかさっぱりわからなかった。特に重要な手がかりになるとも思えず、俺は本を金庫の上に置くと室内の探索を再開した。これね、金庫の上に本は置いた。この金庫は開いてないっすよね。あ、なんか置いてあるぞ。あ、金庫の上、本こっちですね。おっと、なんだこれ。
鏡に映ってるね。鏡にこの留守番電話のこの赤いラインが映って何か表示されてるな。電話機の奥に開いた三面鏡のような形をしたステンレス製の囲いがある。表面はくすんでいて反射率は悪いが、電話機の液晶部分の表示だけは光が強いためかくっきりと映っている。中と左は映ってっけど右側は何も映ってないですね。なんだこれ、使えるのか。ダメですよね。ダメだ、繋がらない。数字を押せばこの上の反射も変わるよね。どういうことなんですかね。さてこの机なんですけどね、この引き出しのところにアルミ箔は使えないのか。お、アルミ箔のロール表面に何かプリントされてるな。図形や縞模様みたいなものが書いてあるぞ。何かのヒントなのか。だがこのままじゃ持ち運ぶのがあまりにも不便だよな。せめて図形や縞模様の書かれている部分だけでも切り取ることができるといいんだが。 OKOK、 カッターと組み合わせよう。なんでしょうねこれ。アルミ箔の表面に4つの不思議な図形が書いてある。ちょっと待て、これそこにあるやつと合わないか。こういうことですよね。引き出しの上に切り取ったアルミ箔を乗せてみた。閉じてみよう。おっと、映ったぞ。丸、星、四角、三角ってことかな。壁の図形がアルミ箔に反射して見える。アルミ箔の表面が鏡のようになっているのだ。そうして映し出された図形はアルミ箔自体に描かれた図形と重なり、丸、星、ダイヤ、三角に見えるな。ふむ、一体どんな意味が。これはなんだ、丸、星、ダイヤ、三角、そんな暗号を使うようなロッカーじゃないしな。これ他の縞模様の部分っていうのも組み合わせて切っていけるのかな。あ、切れた。アルミ箔縞模様1。それからまだありますね、アルミ箔。縞模様と斜線、他もありますね。縞模様に、あ、これで終わっちゃいましたね。他の部屋の引き出しにもはめ込みに行きますか。とりあえずこの部屋の向かい3の部屋に。ここは斜線付きのやつですよね。これかな。ロッカー、ここはロッカーって書いてますね。さあ2号室は、これはどっちがハマるのかな。これかな。お、4985。確かにそう見えるな。4985、向かいの4番の部屋にもはめに行きましょうか。ここは3472ですね。確かにそう見えるな。これはつまりこの部屋のこのロッカー、こいつが3472番ってことか。なるほどね、この縦と横の列の組み合わせで作っていけばいいわけか、数字を。じゃあまず3は3と0。はい、開けらんない。ああ、ロックがかかってるみたいだな。扉には暗証番号の入力装置みたいなものがついてるから、おそらくそいつをクリアすればロックを解除できるんだろう。
4桁の暗証番号を入力、右のエンターキーを押してください。了解。3472でしたっけ。3472ですよね。4は3と1、7は6と1、2は2と0。これでエンター。 OK。 中身はなんだ。もう開いたぞシグマ、なかなかやるじゃないか。ふ、まあな。ところで中に何か入ってるみたいだが、これはなんだ。ラッキー、こいつは財布だぞ。ファイ、あまり期待しない方がいいと思うが。なんでだよ、なんとなく。とにかく中身を改めさせてもらうとしよう。どれどれ。おいおい、なんだよこれは。どうしたんだ。コインがたったの1枚だけしか入ってなかったんだ。しかも本物の硬貨じゃない、おもちゃのコインだ。それはポスターを削るようですよね。ほらな、だから言っただろう、期待しない方がいいって。しコインね。これはここの部屋でしたっけ、ポスターがあるのは。あったあった、こいつを削りましょう。よし、手に入れたコインを使ってこのポスターの銀色の部分を削っちゃうぞ。頑張ろう。おお、それにしてもすごいはしゃぎっぷりだなお前。勘違いするな、俺はあくまでも脱出の手がかりを見つけるためにだな。じゃあ変わろうか。それは嫌なんですね、すみません。やらせてください。だったらさっさと始めてくれ。ポスターをこすってヒントを見つけてください。丸ボタンを押しながら左スティックでカーソルを動かすと、その部分をこすることができます。左にある緑色の三角形をカーソルで調べると画面を上下移動させることができます。あ、なるほど。ははは、はいはいはい、削っていきますけども、特に何もそれっぽいのは見当たらないよね。あ、すんげえ削りにくい。ていうかこれここじゃなくて、あ、やっぱりこっちもね、こっちもやるんすよね。ここには星の6が書いてある。ここもそうじゃないの。丸の1も書いてあんね。ああ、なるほど、さっき数字じゃなくて丸とか星とかの記号が出てきたところにこの数字をあてがうわけだよ。そういうことでしょ。他にも何かめくったところにタトゥーみたいな模様が書いてあるのもあるな。サメとかね、書いてあるね。あとは足のこの辺もあったよね。あるある。ダイヤは8、丸は1、それから星は6かな9かな。星の角の位置で判断するしかないね。もう一個の足はここですね。これは三角、これも6か9ですね。 OKOK。 とんがってる方を上とするなら三角は6。あ、 OK。ぜえぜえぜえ、はあ、ははあ、うわ、ちょっと目を離した隙にお前全部削ったのか。ああ、途中で手がかりらしきものが見えてきたから他にも何か隠されてるんじゃないかと思ってな。手がかりってこの両手両足にある日焼け跡的なものを利用したマークのことか。そうだ、星丸ダイヤ三角の図形の中に4つの異なった数字が書かれてるな。お前何やってるんだよ、もう十分だろう。いい加減手を止めたらどうだ。いや、まだだ。まだこの水色の部分が。気持ちは分からなくはない。シグマ、そこはどう頑張っても削れないと思うぞ。さあ、尖ってる方をてっぺんとするなら星が9、三角が6、丸が1で、ダイヤが8ですかね。さあ、これを1番の部屋の
この記号に当てはめたらどうなるんだ。丸、星、ダイヤ、三角だから両方とも上が尖ってるわけでしょ。だから1986かな。1986。あ、ここに合う鍵がいるのか。そうか、ここはまだじゃあ開けないってことですね。じゃあもう一つ数字が見えた、数字の暗証番号が見えた扉は2番の方か。アリスがいてる部屋ですね。さあここは4985。ここはどうですか。無駄よ、ロックがかかってて開かないわね。言ったでしょ、暗証番号の入力装置みたいなもんがついてるな。さあ行くぜ。4985だから3と1で4、6と3で9、2と6で8、3と2で5。 OK、 エンター。ここの中は何が入ってんだ。カセットテープ、楽勝だな。やるじゃない、見直したわ。中に何かあるわね。カセットテープか。どこかの留守番電話の装置、扉が開いてましたよね。あれはどこだったかな。さあここでしたかね、3号室。あ、開いてます。ここにカセットテープを入れましょう。あとは蓋を閉めれば何か聞こえますか。カセットを装着したはいいが、この後どうすればいいんだ。できればテープの中身を聞きたいんだが、どうしようもないというか、多分これは録音しとくものじゃなくて、このテープに吹き込んだ相手に聞かせる留守電のメッセージを保存してあるものか。じゃあどこか別の部屋から内線をかけないといけないってことでしょうかね。とりあえずトーン音が聞こえた電話機は1番にあったからこっちかな。でもなんてかけたらここにたどり着くんでしょうね、わからんな。さあてことで、まだ脱出パートの途中なんですけども、今回はこの辺にしときましょうかね。とりあえずここに、この電話機に入れる番号は多分こいつですよね。1986やったかな。この番号を入れてこの電話機を動かすってことかな。でいいんだと思うんだが、この辺は次に次回やっていきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。またコメントいただけたら励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。